はいどうも、モニラの箱にはモニラと申します。ノリスケさんがサボらないように見ながら今日もファンデーションやっていこうと思います。りょうちの名前と私の名前変えれたみたいなんで変えておきました。あとね、住宅のね建て方がわかんねえって言ってたんですけど、これでした。ここ住宅地、前にちらっと見てたこの住宅地っていうのを設定、場所を設定してあげるとこんな感じで勝手に建て始めるみたいでした。自分の好きなところに建ててってくれるみたい。これちょっと面白いシステムだと思います。徐々にね建ち始めてます。で、やっとここの製材所に割り当てたこの方が一生懸命板を作ってくれて、結構な数増えてきました。たまにうーって言ってる。面白いね。こんな感じでちゃんとここの伐採所で取った木をここに運んできて、ここで加工するみたいです。面白い。あとね、木が全然植わってなかったのをここ職人作業所、これを立てて、この人が一生懸命こうやって、見づらい、こうやってちっちゃい苗木を背負って一生懸命植えてくれてんの。めちゃめちゃ可愛い。板が結構作ってくれたおかげでだいぶ家の形ができてきました。これ作ってもらえるのめちゃめちゃ楽しみ。頑張ってください。これか、移民ってもしかして。移民？そうだ。移民あんな感じで来るんだ。だからここに道ができてたの？なんでここにうっすら道できてんだろうって思ってたんだよ。そういうことなんだ。え、どっから来てんのこれ？と？え？と？あ、途切れた。ここで途切れたんだけど、こっから、どっから来てんのあの人たち。面白い。あんな感じで遠くから来てくれてたんだね、移民の人たち。面白い。できた！漁師の館。名前変更。モニランチ。モニランチです。あなたのお屋敷です。どう？いい感じ？私んち。いいんじゃないの？これを、なんだっけ、立てる、大広間機能を、漁師の浴衣、部屋を割り当てる。どういうこと？あ、これ、こういうこと？こういうことかな、多分。3つあるから足りるよね。アンロック。執行官の執務室。で、多分、これなんかできるの？どういうこと？わからなすぎる。わかった。これだ。パーツの一覧。中核部分。どっちでもいいんだろうけど、これの、ここだった。これだ。そういうことか。で、漁師の浴衣の部屋、大広間機能、大広間を、割り当てる。じゃあここかな。ここを大広間にします。はい、客間です。死者とはこちらです。はい、村人のステータスを上げることができます。はい、できました。え、月初に村人を農民に昇格させる。どういうこと？これをこうしようか。クリックして執務官を割り当てる。なるほど。あ、週にお金を払って、執行官になってもらうんだ。なんか多分人によって違うんや。兵士とかあんの？マジ？そんなことがある。兵士の訓練スピードが 12% 増加。幸福度の影響が 12% 減少。幸福度の影響って何やろ？不幸になりづらいってことかな。でもこっちから始め、まだ兵士とかいないから、アルズボアさんに
任命したいと思います。ノリスケさんおらへん。なんこれ、これもしかしてまだ早かったんちゃう？まだ早かった感じかな、なんか分からへんけど、とりあえずこれしとこかな。お安いやつ、はい。なんか分からへんけどやっときます。で月初に村人を農民に昇格させるがちょっとまだ分からへんけど、またヘルプこれや。村人を昇格させるにはその村人の全てのニーズを少なくとも一度は満たす必要があります。どういうこと？結局ぼちぼち月初かな、そういうことよな。多分月が7月の4週目の7日目っていうことやと思うから、お、ちょっと待って、これで8月になったけど、どういうこと？8月月初ですよ。何これ、ロドさんのご機嫌取りをしてます。何それ、どこの、わかった、出てた、これか。はあ、なるほど。なるほどね。こういう感じか。とりあえず執行官が、新参者やっけ、新参者のは、良くないから、まずあげます。うん。ほいで、めっちゃ怒ってる人おるけど。コリアさん。あんまりあげん方がいいんかな。あ、一応収入が、増えるってことか。とりあえず一人ずつぐらい。あと大工さん、めっちゃ激怒やからこの人ほっといて。林業、あ、あれか、植林の人や。貼るとこ貼るとこ。とりあえずこれでいいんじゃない？お、村の豪華度が上がり、新しい要素がアンロックされました。何ですか？これ。え、何これ？石膏職人の小屋。何これ、炭焼き小屋、製鉄所、鍛冶屋。あ、なんかいっぱい増えた。小麦、小麦、あ、風車や。あ、すごい、パン屋さん。うー、めっちゃ増えた。何これ、羊の、かわいい。うー、めっちゃ増えた。はあ、こういう感じなんや。これはちょっと月始め逃してまったらやばいね。よし、とりあえず、クエスト1個終わったんで、次、交易ルートをアンロックする。これやったら、成功時、1無料の領地もらえるらしいんですよ。なので、交易ルートをアンロックしたいと思います。ここやろ。で、今多分できんのが、まだこの板だけ、この服とか、パンとか、まだできてないんで、これを解放したいと思います。イエーイ！で、一個無料の領地がもらえるから、どこもらう？次は選ぼう、ちゃんと。一番初め選ばずペッて置いてもらったから。でも、ここの、なんか魚多分これ、釣りできそうなんよな。どこがええかな？ここ絶対鉱山でしょ？あ、ほら、鉱物が含まれてます。あ、でも鍛冶屋とかアンロックしたから、ここの方がいいのかな？ここにしようかな。狭いな。ここにします。